はい、僕らフロンティアバックヤード10月10日にアルバムが7枚目のアルバムが出ますよ。いえ、タイトルはまだ決まってないのですが、ありがとうございます。ありがとうございます。ノーナリブスの石寺豪太です。どうも。豪太くんが参加をしてくれました。初めてね、こうやって一緒に。初、さすがでしたよ。今終わってレコーディングすごいです。やっぱね、世田谷のなんだろう、世田谷のマイケル・ジャクソン、もういろいろ。いやいやいや、世田谷の、まあ、プリンスでもある。八幡山のジャスティン・バレーク、八幡山の赤包み通りのスティービー・ワンダー。スティービー・ワンダーいいですね。赤包み通りのそう、なんで俺ジャスティン・バレーク、わかんないけど、ジャスティン・バレーク。ね、アルバムも最後の終盤だったみたいですね。僕知らなかったんですけど、いろいろね、録音してたとやつを塗りつぶして、あ、今日最後ここが俺だったんですね。ここ今日は豪太くんに。あ、そうなの、マジで。やった、直筆の。いいんですか、これ片仮名書いてある、片仮名で赤の書いてあるね、これ。豪太行くで行くで行きます。いやー、終わりました。このタイトルが明るい23。はい、ありがとうございます。タイトル明るい23。タイトルが決まってないんで、まあ、曲は完璧にできてるのに、アルバムタイトルも決まってないし。あ、そうですか。決まってるのは10月10日に出るってことと、はい、豪太くんが参加してくれる。俺が参加してる。フロンティアの曲は難しいっていうね、歌うのが。ラップみたいなもの的な、やっぱりそのミクスチャーであったり、うん、AOR であったり、なんか、まあでも僕も好きなんで、だから、そういう、豪太しか歌えないと思う。リズム感のある歌が楽しかったですね。嬉しかったです。いいところ引き出してもらった。豪太がもうデモテープというか、でも歌を、仮歌。仮歌を送ってきてくれた時点でもう、来たと思う。何回か俺裸で聴いてるからね。俺が裸じゃないよ。歌だけ。俺が裸で聴いてたね。変態ぐらい。俺が裸で聴いてるんだったら。昔のソニーのウォークマンのあの、猿みたいな。まあ。今日は緊張。緊張はしてないですけど、でもやっぱり俺、やっぱりいい仕事は絶対したいと思ったんで、そういう、気合はありました。とても。前半ずっと喋ってましたけどね。今も喋ってる。まあ、今度サッカー博士になるから。今度頑張ります、これから。引き込まれるんですよ。プリンス、やれプリンス。なんだか、何や、マイケル・ジャクソン。ぐちゃぐちゃ。歌は一生懸命やってましたよ。これからの、多分、ゴータが言うマイケルは、まあ、そっちのマイケルじゃない方のマイケル。あそこもね。本当に。いいの、いいの。いいね。まあ、そんな感じで、いいのができましたので。聞いてください。僕も嬉しいです。はい、聞いてください。10月10日発売になります。アルバム舞台です。